こんにちは、駄菓子屋ゲーマー博物館の木です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かしいゲームダビです。今回はね、なんと特別企画ということで、メンバーシップでね、限定の、交流を兼ねたポーカー大会をしたいと思います。いやーね、まあ結構ね、つわものが揃ってるということでね、じゃあメンバー1人目自己紹介お願いします。はい。いいですか、喋って。はい、じゃあメンバー1人目お願いします。はい。全日本テーブル協会国会会ナンバー1番、会長のひじやんです。いいじゃん。ポーカー歴はですね、実は岸さんに勧められて始めたばっかりなんで、まだ2、3週間ぐらいかな。そうっすなんね。で、はい。まだ本当ひよっこなんですけども、よろしくお願いしはい、おます。願いします。お願いします。はい、じゃあ2人目お願いします。いや、どうも、美少年さんです。まあ、ポーカー歴は、おととしの夏から、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、M ホールディングを一応、館長から教えてもらった、そこから覚えたんで、まあ、約1年半ですね。そうっすまあ、ちね。ょっとまだ、館長にはまだあれなんですけど、弱いと思いますから、よろしくお願いします。ね、ひじやんが入ってきて、私100点もらっちゃいましたよ。 まあまあいいでし間ょう。違えました。出ました。で、そうね、タイミングも、まあまあ、じゃあ次はい、の、あ、じすいゃあ、ません。美少年おじさんの、あ、美少年おじさん、ポーカー歴いった？1年半ですね。はい、約。あ、抜けちゃったか。え？で、どうぞ。じゃあ、3人目の方の自己紹介お願いします。はい。はじめまして、GC と申します。はい。よろしくお願いします。ポーカー歴はどのぐらいですポーか？カー歴はですね、ひじやんさんと、一緒でですね、岸館長から、お誘いいただいて、やり始めました。はい。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。おはい、お願いします。ということで、まあ、願美い少し年まおじさんす。はね、結構前からやってるんですけど、まあね、ひじやんと GC さんは、まあ、今回の まあ、このね、メンバーシップ交流ポーカー会のために、まあ、みたいな感じ、始めたみたいな感じで まあちょっと力の差が出ちゃうかもしれないんだけど、でもひじやんもね、かなりね、ここのとこやり込んでるって感そうじななんんですよ。で、本当ね、かな僕りはで、本当の実際のトランプでもポーカーって全くやったことなくて、ルールも知らなかったんですけども、もう本当ね、岸さんに勧められて、ポーカーって面白いのかなと思って始めたら、あれ？意外と面白いぞと思って、ね、今もう仕事の休憩中もね、ハマってやってるぐらい回っになっちゃちゃっいてまましすたね。ね。はい。そうっすか。GC さんの方どうですか？ちゃんと練習してくれてました？一日中アプリの方にログインはしてまして、おお。本当に少ない時間で、コツコツと、やったつもりではいるんですけども、少しでも実力を出せるように、頑張りたいと思います。なるほど。わかりました。じゃあね、そろそろじゃあ本番始めしましょうか。あ、そう。これね、今回のルールなんですけど、一応もう一発、まあ一人3万点スタートで、で、0点だったらもうその時点で、まあ順位が確定して終了って感じですからね。もう一発のゲームアウトなんで、もう、まあ何回かね、練習プレイしてたんで、それではコンティニューでじゃんじゃんポイント追加できたんだけど、今回も一発勝負なんでね、ちゃんとシビアに、慎重にやってくださいね。はで、い、わかりました。はい。ゲームオーバーになった人は、ゲームオーバーになった以降ね、罰ゲームとして、おさむちゃんのモノマネをね、しなくちゃいけないんでね。だから、例えばね、ひじやんが負けたら、館長、ハンドなったったんですかみたいな感じでね、モノマネしてもらわなくちゃいけないんでね。まあ、その辺、優勝すれば、なるモほノマど。ネしなくて済むんで、はい。わかりまし気た。をつけてくださいね。じゃあ、そろそろゲームスタートしましょうか。じゃあ、皆さんね、テーブルの方に入ってきてください。はい、ね、じゃあ、入りもます。う、入ってくるともうすぐゲームがはスターい、トしちゃうんでね。入ります。さお願いしあ、ます。ガチンコ勝負なんで、私も、もうガチでいきますよ。はい。誰が一番最初に飛ぶかな。ちょっとそれがです楽ね。しみだね。確かに練習の時はさ、割と手抜いてたわけではないんだよな。そうです結構ガンね。ガンアグレッシブにしてたんだけど、やっぱ今回ガチなんで、私も早く飛びたくはないですからね。まあ自分もそうなんで、まあちょっと慎重に。おお、ヒジアンコールか。ヒジアンちょっとそこはコールで入ると危ないんだよな、なんて言ったりして。結構館長本当にこうやって、そうだね。やってくるんで。あ、レイズさん、GC さんがレイズしたのか。美少年さんがレイズしたのかと思った。
こう、ちょっとボード面白いな。え？おお。やりますな。何？ちょっと GC さんがまだわかんないんだよな。あ、これやだな。あ、これちょっと。まあいいのね。おお。あ、コールしたか。おお。さあどうなる？あー、ツーピアか。おお、ツーピアな。ツーピアか。ちょっと泳がしちゃったからな。まあでも。まあ、じゃあ、全部打ったからあるんですけどね。フロップで打ってもコールしただろうな。まあですね、もうツーペアはですね。いや、あの、ほら、あの、ターンで引かせてツーペアになっちゃったでしょ、今の。私、あの、エースあったのを泳がせちゃったんだよね。ああ、そうですね。でも、フロップで私が打ってたとしても、多分コールしたと思うんだよな。うわ。どうしようかな。ほうほう。そう、感じ結構アグレッシブ。そうっすね。結構グイグイきますね。もうアグレッシブだから。いや。肘やんは押せば降りるか。見せかけているのかもしれないですよ。まあ でもな、結構ヒジアン結構やり込んでるみたいだから、あんまり舐めるとちょっとやけどするから気をつけないと、yeah. やっぱちょっと一歩踏み込むと結構ポイント動くね、これ。そうですね、ダメです。だって私だってさっきのやつで2000ちょっと持って2000、3000くらい持っていかれたか、GC さんに。そうですね。でも、あのボードはもうちょっとね、ちょっとね、なんか危なかったですもんね、結構。危なかったね。ちょっとだから私も泳がせたのも、まあでも、逆に泳がせたからポットが膨らまなかったっていうのもあるんだよな。まあ、あるかもしれないですけど。あれ打ってたら多分コールしてたでしょ、 GC さんが。そうするとコールして、はい、で次はもう2ペア確定しちゃうから、ちょっとだから私が傷が膨らんだ可能性があるんだよな。だから打たなくて正解だったのかもしれないな。ちょっとついてきてるな。あると思ったね。あれ？これはな。お、これはヒジやん。来ましたね。ああ、どうする？ああ、コール、まあそうだよな。まあ、イエーイ。失礼です。お疲れ様でした。まあそうなるかなって、あれでボードだよね。まあでもちゃんと2人とも持ってたんだろうな。まあ今のは結構今後の展開に大きい、まあ無茶はしてないんだなっていう重要な情報が見えたよ。そうですか。うん、まあ、そう見せかけてるのかもしれないですよ。まあちゃんと打ってるなって。なるほど。まあそうだね、確かに GC さんもセカンドペアだったけど、まあ渋々コールって感じだよな、あれは。あれやられちゃうと、まあでもまああそこでヒジアンがレイズしたってことは、まあキングあるだろうなって感じだよね。キッさんはポーカー歴何年なんでしたっけ。だポーカー歴はまともにやりだしたのはそれこそピョコタンカップだけど、あの、はい、ゲームセンターで SNC ってメダルゲームでこのテキサスホールデムできるのが10年ぐらい前にあったんだよね。それが結構やり込んでて、結構あの頃10年ぐらい前にそのテキサスホールデム SNC やるためにゲーセンに通ったかな。だけどその時はあれ、SNC のテキサスホールデムね、3人プレイなのよ。3人プレイなんでちょっとやっぱ戦略が全然違うんだよね。
やっぱ並び、それはみんなコンピューター相手にしてやるんですか？いや、対戦、だから、どっかのオンラインで全国のゲームセンターの、そう、メダルゲームのやつがつながってて、だから結構待たされるの、人がいないと。なるほど。うん、そうそう、待ち、まだいいんですよ、確か、対戦が、対戦じゃあ、あらゆる場合は。どこのメーカーの機械なんですか？それ、セガだね。セガです。でも自分はだったら知ったんですけど、まだその時テキストソールもしてなかったんで。あ、やってなかったんだ。あ、そうか、そうだよね。そうか。まあ、ちょっと確かに、普通のポーカーと違うからね、なんていうのかな。ちょっと難しいですよね。あれですか、液晶のタッチパネルみたいな。そうそうそう、そんな感じで。そう。だからちょっと敷居が高いっちゃ高いんだけど、まあメダルゲームっていうのも画期的だったしね。結構あの時今もうないんですか、その機械は。それが2、3年、あ、それ画面に立って、そう、あ、そうだ、あの、みんなこれ画面時々タッチしないと、ね、そうだ、時々タッチしないと追い出されちゃうん で、 で、さっきも言った通り、その、追い出された時の救済処置も考えたんだけど、それやっちゃうとシビアな感じが、なんかこう点数がずれに生じるんで、だから、はい、追い出されたらそれはそれでも、それでも、まあ、終了ということなんで、負けですね、なるべく、そうそうそう、負けが確定しちゃうんで、はい、だから追い出されないように時々こうやって画面タッチして相手の、情報とかを見るようにして、まあ、2分以上画面タッチしないと追い出されちゃうんで、それはまあ失格みたいな感じで、ちょっと厳しいルールなんだけど、ちょっと今回それでお願いしますということで、時々自分がホールドしたときは適当に画面タッチでお願いします。自分もだからそんな話したらそれを、しょうがないさん来たか、ます、ます、話だね。エースあったと思う？いや、もう俺も全然話しないですもん。別のエースないどころかもう。そうだね。全然。ちょっともうこれは、じゃあちゃんとやっぱ、美少年さん、固めに打ってんだね。今日は固めに打ってますね。今んとこ、あれ？まあ、今んとこでもそんなに、そっか、GC さんに捉えたのが、それがフィジアに流れた感じか。まだ今んとこそんな大差はついてない感じだね。そうですね。やった。キングハイですよ。誰がおさむちゃんのモノマネやることになるのか。なんかな。まあでもみんなちゃんとやプレイしてる感じでいいね。結構慎重やってますね。あ、クイーンズだった。そっか。美少年さん、クイーンズの時ああいう打ち方するのか。いや、普通ですよ、それは。情報が出ちゃってる。まあ、そうだね。それだと、強い時はやっぱ打ちますよ。そうだね。普通に。だって、まあ、これちょっとしてもいいけど、バリューベットをしないとだって取れないじゃないですか。そうね。コールして大丈夫かな。後ろの美少年お兄さんってのもちょっとあんまり、まあちょっとそうですね、ポジションがちょっと感じは悪いかな。
ります。オリブンだ。なんとこの肘へのちょっとリードね。そうですね、意外にも。まあでもな、なんかやっぱでも結構さっきも言った通り、レイズし続けてやっぱ引くに引けなくなって最後まで行くと多分一気に勝負 ついちゃうんだよね。ああ、ね、お互いにもいわゆるぶつかった場合がきつい。3万あってもぶつかったら一発取りもなくはないかもしれないな。そうですね、うん、なんか引くのが難しいですよね、うん、本当自分も結構いい手だったりすると GC さんちゃんとしてるな。よく美少年おじさんあれで行ったかってどれどれ、あ、まあ、うん、チェック、うん、そっか。まあ、最後も。GC さん、今のもっと打ってよかったんじゃないの？あの、フロントとか、トップペアなんだから、エースとかの、あの、ほら、だって、フロップでレイズしなかったでしょ？まあ、まあ、これ、潜んだならいいんだけど、うん、もうちょっとポット膨らまさないと、せっかくいいハンドでしかもクイーンが当たってるんだから損しちゃってない？その勝負感がちょっとそっかまだ勇気がないというか。そうですね、僕もそうですわ、そういうの。まあまあこうやって実戦でこうやってまあ経験者に話を聞いていくのもまあ成長になるね。そうですね。あ、ヒジヤもじゃあ今のDC さんのはもっと打てばよかったなとは思わなかったんだ。なんかそこまでなんかこう突っ込んだ戦略まではちょっとこうまだこうひらめきがないっていうか、ね、ただ数字が大きいか小さいか、勝敗っていうことはね、来るか来ないかなみたいな、うんうん、でこうやってじゃあポットを膨らますって考えはそんなに、あ、そういうところまで、うんうん、これをどういう何倍にしようかとかそこまではまだ、なるほどね、うん、そうです、私もそうですね、うんうん、なるほど。そうするとね、やられちゃうんだよね。例えばこういう時に。これを今、ここだかな。難しいな。打たないならじゃあ、今日どうですね、だから、まあまあでもまあこれコールだな、うん、引き分けか、あ、やっぱり危なかったな、どうだ、なるほどね、クイーンやっぱ思ってましたね、やっぱり、うん、あれポーカーだとドローじゃなくてチョップって言うんですよね、そうね、うん、引き分けはチョップって、そうか、まあじゃあ、うん、
キジアンが打ってきたってことはまあ入ってるでしょう。まあ10か9あるでしょう。まあヒジア今のヒジアンが無茶するとは思えないんだよな。って思われちゃうのもあれなんだよね、戦略の、まあ、もしそう思わせたとしてならヒジアンはすごいよね、うん、でも多分今の私の読みは合ってんじゃないかな。なるほど、ね。まあ、何かしらないとヒジアンあれ打てないと思うんだよね。そう思わせてるとしたらヒジアンのが一枚上手ってことでなるからすごいんだよ、ね、なんかそこの辺のハンドもそうなんだけど、その辺の読み合いというか、その、そういう相手の印象、相手にそういう思わせるっていうのもポーカーの戦略の一つだからね。深いですね、うん。今のは多分なんだろうな、ジャック。いや、ただいやもうクイーンだけですよ。あ、クイーンか、だよね。いや、多分フラッシュ多分はないなかったんで、まあ変えてもねえだろうって、フラッシュは。まあ F だあるだろうなと思ったんだけど。フラッシュだったらすごかったですけどね、感じが。これか、しょうがない。お、ファミリー。ああ、ちょっと一番私がへこんでるな。ちょっと無茶してるからすからな、ちょっと攻めすぎか、うん、おとなしくしてますよ。やっぱちゃんとしてるな。まあもうちょっと確実に。なんだかんだでもう30分、あ、まだ20分か。まあ20分ですね。はい、意外とみんなしぶといな。あ、そっか、画面タップ。後ろの皆さんも画面タップしとかないと追い出されちゃうよね。え、美少年おじさん、まあそうですね、画面タップしとかないと、うん、情報を見るように。うわ、うん、あー、なるほど、うん、そういう感じですか。おー、今ストレート完成したからちょっとしたらあれか。なるほどね、そうだね、ちゃんとヒジアンは打ってるな。ちゃんとちょっとあれでみんなやっぱ慎重ですね。ね、一発アウトとなるとね、あ、そうですね、ちょっと冒険できないなっていう。でもまあ3万あるっちゃあるわけですけどね。そうだ、ただやっぱり、だからこれブラインドがあるんで、まあ、例えばヒジアンが今トップじゃない？そこは怖いと思うんですよ。これはブラインドがあると結構やばいんで。ああ、そっかそっかそっか。だからヒジアンはトップなんで、例えば私とゴールイン合戦になって負けても、8000、その点差が残るわけなんだよね。だから割と攻めてもいい状態なんだよね。なるほどね。特に私とか、あと GC さん相手には万が一飛んでも5000とか、死にはしないんで、
だからそこの辺のやっぱ少しのリードっていうのは結構大きいんだよね。なるほどね、うん、おこれは、わかりました。美少年さんブラフだったのか。今27でした。無茶するな。金に持ってないからさ、これ金に持ってた。まあでも今のヒジアンはあれ絶対あったでしょ。キングないとあれはできないよね。キングない、まあ、エースだけど。あ、エースであれやったんだ。あ、そうなんだ。やるな。それは普通のナイスですよね。でも負けてましたからね。それでもいやだけどさ、まあ、万が一美少年おじさんが持ってたらさ、大やけどするわけだからさ、ヒジアンだってそうか、ヒジアンもブラフするか。今ねちょっとあれですね。ちょっとみんな慎重だから。こうやってね、情報をみんな少しポロポロ出てくるという。あまりボールが悪かったんで。うわあ。それはちょっと。うん。あれ怖い。今のは A 金です。ああいいね。まあこれは普通にもう、まあそうだね、普通のベッドです。バイベッド。なんか。まあでも秀さんまだトップだから一応まあ余裕があると思うんですけど。まあまあ、ね。館長が意外と。そうなんだよね、まあちょっとハンドが入ってないってのもあるんだけど、ちょっとやっぱ攻めすぎたな。ついてきたか。大丈夫？まあどうかなという。おおお。ああ。おお。さあどうなる？まああるだろうな。いや持ってる私エースは絶対に館長。8持ったらすごいな私は。でもだってレイズしたからさ。ね、エースある。持ってる持ったし一瞬。ああこれエースはないなと思ったんで。8持ったらすごいなと思ったんですけど。でもさ、レイズしたからさ、普通、私がレイズしたら、何かしらの。自分がエース持ってないけど、降りてましたね。自分がエース持ったんで。そうだね。うわ、2万か、ちょっとまずいな。こんなに苦戦するとは思わなかったな。面タッチしないと。できますね。ちょっとここは落ちます。いやちょっとねこれはフィギュアのペース持ってた。持ってた。まあちょっとね待ったんですけどねあるカード。モネオイさんが結構思いのほかグイグイレイズかけるな。わあ。ついていくか。ちょっとどこだ。ああ、なるほど。
ギリいったね。まあ、ギリ、多分、まあ、もう2か3、なんかもう、ヒットしてきて、どっちか、まあ、エースアイかなと思ったんで、でも最後はヒットされたんで。美少年おじさん、それで、レイズかけるか、そうか。ええ、やるな。まあ、まず、まあ、バリューして、ええ。なるほど。オフスだといかないですけど、もう。いや、あの、さっきのやつ、2点スーテッドで、レイズでオープンしたんだなと思って。そう、行きますね、だから。これで折れてくれれば逆にいいと思ってるんで。なるほどね。あんまり。やるんだったらやって、まあ、これで引いてもいいしって思ってるんで。あんまり無理すると火傷しちゃいますよ。まあ、無理です。無理しませんよ。フィジアンが独走しちゃってるな。そうですね。まあ、これでやっぱあのいろいろやってて、やっぱグイグイやった方が面白いんだけど、やっぱ、ね、本当ここぞっていう時に行く感じで、あとはもう我慢の子の方がやっぱいいんだなって。この判断絞った方がいいんで、ね、この状態でフィジアンと私がぶつかったとして負けても、うん、フィジアンは私に負けても2万残るんだよね。ああ、そっか、そうですね。だからそれも考えて、ヒジアンは私に対して結構攻めてもいいんだよね。はい、なるほど、うん。こういう戦いの場合は。そっか。画面タッチとかないとな。あれ、ミスはい、カヤマがあれさえだ。まあ、一緒にと思ったんですけど、これは。なるほどね。うん。いや、あれは打っても勝てないのかね。まあ、あの、そこまで行くと、何かしら誰か持ってそう、まあ、でもな。ねえ、ちょっと危ないよね。危ない。まあ危ないですね。ツーペアでした。ツーですよ、めちゃくちゃ。で、こっちはもうただの A サインだったんだ。でも、ただのツーペアだったって、7か9か。6を持ってたんですか。あ、なるほど、6ペアですか。このゲームはトランプの配りは全くあれはないんですかね。そうなんか盛り上げ配り。いや、もうこれないです。あの、一切ないんですか。もうそれ言ってましたんで。誰が言ってたの？でも結構1とかキングとかが最初から配られてるっていうのが多いんじゃないかなというような気はするんですけどね。
あの一応まあ開発の人に聞いたんですけど、これはもうないらしいんで、絶対やったらもう自分辞めるって言ってましたから。誰かを勝たせようっていう意思はないんだろうけど、その、手元に配れる2枚がゴミみたいなカードにはあんまりならないようになってるのかなっていう気はするんだけどな。まあでも一応そこはね言ってるんで、ね、なるほどね。それやっちゃったら本当にもうまずいと思うんで、まあまあそうですよね。ゲームやっぱ作ってる上では。でもそれこそさ、それもグラフで言ってるかもよ。いやそれはグラフですか。それはグラフですか。だから5聞いちゃいましたこれ。なるほど。キジヤンがダントツだな。いやそうですね。ちょっとこれは厳しいかな。特別ですよ。あるとは思えないんだよな。あの3カードでした。あ、7あったの？7持ってた。うわー。いやそれはすごいですよ。めっちゃ。いやー降りてよかった。いや自分もそうですよ。降りてよかった。いやーでもなー、あそこでちゃんと最初レイズしたんだけど7持ってついてくるか。ちょっと冒険してみます、ね、まあでももしあれ7を持ってたら、まあ、打つのもありなんだけど、うん、逆に泳がせて相手に打たせるっていうのも作戦なんだよね。あ、なるほどね、うん、そうするとあのじゃんじゃんさ自分はこう潜んであの相手が出してくれるから、まあ、その状況によりけりなんだけどね。まあ、ないふりする作戦も、有効って感じで。いやでもちょっとフィジアに抜かれてるな、うん、何まあちょっとここのボードがあれなんだよな。いや、一応フラッシュでした。うーん、あー、よかった、降りてよかった。一応ストロームフラダーだったあ、ストレートドローもあったの？ねえ、ありました。そうだね、さて最初から打ってってるもんね。ねえ、まあでも肘は、そっか、4000へこんだか、結構痛いね、今の。そうですね、館長も2万切ったか。そうなんだよね。うん、ちょっとあれですね。これ降りたか。普通のゲームだとブラインドが多分もう今あれから500戦ぐらいかな。うん、まあ設定にもよるけど、もうちょいやる。500戦か、まあそうですね、そうですね。うん、もっとかな、1000、そうですね。1000、2000かな、今ちょっとすれば。Oh.
相変わらずでもヒジアンがダントツか。ダントツですね。まあでもね、ポーカーは、まあ、一発逆転もあるからね。確かにそうですね。ついていくんだ。お、3倍返しか。うん。それひじやあったの？いや、なんかストレートそろってた。ストレート？目ですね。ストレートか。でもフラッシュもあるからちょっと危ないんだよ、ね。あ、これ怖かったっす。ちょっとこのボードがあまりにも。そうだね。うん、そうだね。だからヒジアンとしてはまあ早めにフラッシュもあるから終わらせようっていう打ち方っていうあれもあった。いやもうなんかストレートとフラッシュがどっちが強いってかもまだよく分かってない。そっか、フラッシュのが上だからね。え、フラッシュのが上。フラッシュが上、うん、もうちょっとフラッシュレースフラッシュって同じ。そうそう、同じマーク。はい。あ、そっちの方が強いんだ。そう、全然、はい。ストレートの方が、ストレートの方がなんか、それの大変そう、そうなん、そんな気がするんだけど。確率が全然やっぱ違うんですよ。うん、ええ、やっぱフラッシュはどうしても13枚のうちの5ですから。あ、そっかそっか。ええ、そうかそうか、そう考えるとそうですね。ええ、確かに。おぉ。いいやん、ハンドも入ってるなぁ。今6でしたよ。6だけ。まあ、でもまあ誰も打たなかったからね。いや、あれはちょっとね、みんな打たなかったんで、まあ持ってないのと、金も、剣も。こんなものかったの、まあ、美少年さん。うん、ストレート。まあ、あれですね、あの、それがあったんで、ちょっと怖いなと。はい、じゃあ何、クイーンかなんか持ってたの、美少年さんは。いや、全く。何もなしだったの？ねえ。何もなしか。
もう。これは。すげえ。うん。お、抜けた。いやー、ターンできればよかったっすよ、エースは。いやー、ちょっと無茶したな。いやそうね。やっぱ平均ね、その滑ると結構きついですよ。うん、ね、最後、ターンで引いてみればよかったっすけど、ええ。ちゃんと肘今のちゃんと付録でも打ってるしな、まあ、うん、ただまあ、うん、ターンはコールでもリバーはそうどど諦めてもよかったのかもね、難しいとこだけど、だからターンにエースで出たからまあ多分そうだね、うん、逆に強く出たんで、まあジレさんも持ってなかったんですか、エースを。ああ、なるほど。だからまあそれでも勝てないなと思ったんで、ああ、キッカーで、これは、うん、おーおー、ちょっとですね、ナイスです、ありがとうございます、お、いい役出ました、ね、これはちょっとね、やめてくださいエースもないのにアルフリ作戦したか、そこはね、うん、まあ、ちょっとでもさ、今のは参加者多いからちょっとそれは誰かしらエース持ってるんじゃないの、美少年さん、だからエース誰か持ってないのって、ひじやさんが持ってないのってもうやめてました、それはあんだけ持って、4人入っちゃうと誰かしらエース持ってるでしょ、まあそうですね、だからそしたらもう無理ですもんね、だからやめとこう、うん、うん、久々にフット解いたけどちょっと小さいな、あ、ぶれてしまった。まあ、若干金かと思ったんで、うん。なるほどね。ここはちょっとね、打っても多分落ちてくると思ったね、皆さんが。
まあ、非常におじさん、それ今なかったんじゃないの、なんも。いや、今、ツーペンです、74の。あったんだ。非常におじさん、なんか、ないのに結構来るときあるからな、ちょっと怖いんだよな。いや、普通ハンデのやつ、ハンデのハンデ結構いってるんで。いや、しかしチョコケーキって美味しいですよね。ああ、なんか、チョコケーキなんか買ったの？いや、まあ、館長も美味しい美味しいって言ってるじゃないですか。美少女おじさんも好きなんだっけ？ねえ、ていうか、まあ、仕入れ動画で紹介してる。ねえ、そうそう、いや、本当あれは美味しいな。だから、俺も今会社の人に勧めてるんですよ。だいたい知らないですね。あ、そうですか。知らない。うん、結構わっつるな。スーパーとか一部コンビニ、あとダイソーにも売ってるんだけど、あの、うん、駄菓子コーナーにあるから、やっぱいい大人はまあ見に行かないみたいで。ああ、昔食べてないですかね。で、あげると、いや、美味しいって言って、あ、絶妙な厚みと硬さというか、まあ、味もいいんだけど、食感がいいんだよな、あれ。あのチョコホーカステラってあったじゃない？え？あのチョコホーカステラって今でもあるんだけど、はいはい、あれの2枚バージョン、はい、ただやっぱチョコが、有楽製菓ってあのほら、あの、はい、なんだっけ、ブラックサンダー作ってる会社だから、ね、やっぱちょっと美味しいんだよね。そうっすね。あとあの特用チョコっていう、うまい棒のチョコレみたいなやつが、この前動画で紹介したやつ、32本も気になってるやつ、あれもずっと気になってたんだけど、この前買ったら、いやこれうめえと思って、これなぁ、うん、渋々コールなんだよな。おお、なんだ、あったよな、そうだよな。これやっぱコールせざるを得ないんだよな。キングスオリアですか。これはすごいですよ。9、俺9持っていかな、どっちかなって。そうなんだよ、まあ、キングスオリアですね、やっぱ。なるほど、そっか、そうっすよね、確かに。まあでもな、降りるべきだったのかな。でも、まあでも難しいっすよ、あれは。なかなか降りれないんだけど、でもあれは。そう、なかなか降りれないっす。9も、そう、持ってないこと言うしかないですけど、まあ。辛いとこだな。ちょっと嫌、そうなんでね、ボードが嫌な感じだったんだよね。そう、だったんですよ、ボードもね、ちょっと。だストレートドローあると結構きついんですよね、ストレートドローとか、そう、フラッシュドローあると。でも私もちゃんと打ってるんだけど、まあ。いや、もう、あれはしょうがないですよ、本当に。うん、自分もやって落ちちゃったからな。もう。1万2000円か、きついな。あれはだからもう、ターンでオールインするとか。だけど、あれ、肘は受けるでしょ。ターンだともうダメなんで、そう。ターンだったら、だってもう、ストレート確定してるもん。あ、そう、ターン、だからもう、フロップで。そうだね。うん。だけどさ、フロップでオールインするのはちょっとキングスじゃもったいないんだよね。まあ確かに、でもまあ、でもしょうがないですよ、あれは。うん。事故るよりかは。そう、笑いつのはきついんですよ、でもさ、あれ、フロップでさ、オールインしたって、ポットも、そんな大したことないからさ。まあ、でも事故るよりかもしれないんで。だけど、あのボードだと。やっぱそういうのやっぱ、学んだんですよ。あれはやっぱフロップで、やっぱ、俺はああいうのあったんで、シチュエーションが。キングス持ってて、やっぱストレート最初に引かれたっていうのが。いや、そうだけどさ、それを警戒しちゃうと、今度いいハンドなのにさ、あのボットがでか膨らませることができなくなっちゃうやん。確かにあのフロップでさ、フロップでさ、オールインすれば確かにフィジアンは降りたかもしれないけど、でも高々多分あれ1800、下ろしたら1800ぐらいしか。まあでも自分が取れるかもしれないですか。まあ、それを考えると、やっぱり自分はそういう、まあ、そういうふうにやっぱ教えてもらったんで、そう、負けるよりかは、まあ、もうやっぱ勝ちを取った方がいいと思ってて。まあね。
教えてもらった、誰に教えてもらったの？いや、結構、ほら、打ってる、今、フォーク、打ってるところでやってるんで、結構そういうところ、やっぱ教えてもらってるんで。あ、なるほどね。美少年さん、それ拾いに行くよね。いや、だから、まあ、持ってるからって、なるほど。だから、クイーン入るからって。なるほどね。そう、何もなしなのに、最後、誰も行かないと拾いに行くんだよな。そう、まあ、打って、まあ、降りてくるんだ。なるほど。あ、帰ってもう1100、1万1000か。そうなんだよ。やっぱさっきのキングスが痛かったな。キングスやっぱあれ普通に取れてればさ、まあ、ちょっと戻せてたんだけど。あれもしょうがないですよ。だからもうあれもやっぱ運もあるんで、やっぱ払えちゃうと。まあでもさ、やっぱあれはでもヒジアン状況的にと、あとヒジアンということと、あと自分のさポイントがやっぱ一番ビリだった、だからやっぱ降りるべきだったのかもしれないね。まあなかなか降りれないんだけど。なるほどね。やっぱ心情的にさ、まあ、で難しいですよ。キングソリってのはやっぱ結構、難しい。なかなかね降りれないけどね。まあ降りれないからコールしちゃったんだけどさ。ナイスポーツ。これ、あれかな、本当に館長がまず一番最初に飛ぶのかな。ね、そうするとさ、録画っていうかさ、勝負の行方が私が最初に飛んじゃうとさ、その後どうなったのっていう状況をあんまりなるべくなっちゃう。まあまあ、でも一応みんなガチでやってもらう、ガチプレイだからね。はい。ねヒジアンだろ、何かしら。2の1ペア。あ、 2? 2一番弱い1ペアでしょ。ね。そっか。それでも打ってくるか。なんか今、バイブの音がしたけど、誰がいいハンド入ったってことかな。設定基礎入れてるんですよ、手札の振動ってやつ。あれか、俺 の別なスマホのあれかもしれない。LINE が入ってるだけだと。言うならいいんだけどさ。なんか何か通知で。ゲームのやつ。いやー、思いのほか苦戦してるなぁ。石ちゃんが一人勝ちか。わあ、くそ。なんか当たってからなんですけど、なんか5回。美少年さん、また拾いに行くのかな。ちょっと怖かったですね、あれは。あれは打てなかったですね。でもエースがあるからさ。一応あれガットアップなんですよ、一応。それが。
それでついてくるか。すぐ来ないで。ついてくるか。降りるかと思ったけどな。ちょっとあれだね。ちょっと怖いですね。怖い。トップ入れ替わったか。いや今ちょっとまあ引けなかったですけど、うん、一応それとでもあったし、うん、けど何だったの？何もなしだったの？一応9だっけヒットはしてたんですけど、一応ストレート10もエース持ったんで。ああ、うん、えエース9ってこと？エース9です。はい。あ、うん、ちょっと強気で。ヒチヤンはなんでついてたの？ね、それなんかヒット、キングがジャックヒットしてから、クイーンがヒットしてから思ったんで。いや、今のペアなかったね。13のペア。ああ、じゃあ追いついちゃったんだ。まあちょっとまあ確かにストレートはちょっと怖い。うん、そう、うん、ストレートだから強気だったから絶対そう。騙された。これもだからこれがポーカーなんだよ。そうですね。だからなるほど。今のはもうちょっと強気にブラブラだったね。いや、大丈夫。いや、大丈夫です。聞いてますか？聞いてますか？8と10、8と12か。8と12。ああ、ないですもん。それもう増えます。え、じゃあ、
もうフロップで、フロップでフルハウスだったの？ええ。はいはい。そうです、ああ、それは強いな。感じじゃない、エースの問題は確かにちゃったの。いや、今のは、ええ、私のは、ショックで忘れちゃったけど、あ、5-5だ、5のポケット。フルハウスなんてかったですね、ダメ。5のポケットだから、なんとかいけるかなと思ったんだけど。ああ、はい。ああ、そっかそっか。ね、5のポケットだからさ、あれで、ね、あの、フロップの2枚があるとは思えなかったんで、あれちょっとグラブしまいですね。押せば、フィジアン下ろせるかなと思ったんだけど、そりゃあ、フロップフルハウスは。そうだ、もう気になったら、ちょっと、この気になりフルハウス。打ち返してくるよなと思って。あれはもうおしまいですね。危なかったな、いや、ちょっと、なんかフィジアンとぶつかると全部持ってかれちゃうんだよなまずいな、弟子が成長したんだからいいじゃないですか。そう言われちゃうとな、まあ返す言葉が難しいんだけど。まさかポーカーやるとは思わなかったですからね。そうなんだよね。いや、私もやると思わなかった。初めフィジアンあんま乗り気がなかったからさ。そう、本当、いや、でもね、勧められたけど、多分自分できないなと思ってたら、少しずつ、あれみたいな。まあね、やっぱポーカーって大昔からね、あるだけあって、あれですよね。で、結構、人がね、魅了されるっていうか。おぉ、ああ、棒ですから。引き受けたね。あ、もう、喜ぶったんですけどね、クソ。喜ぶよ。8Kでついてきたか、まあまあついてくるか、フィジアンと美少年お兄さんがツートップだな。でも相変わらずハンド多いってやっぱあんまり入んないな。結構辛いですよ、意外と。いやでもさ、私もだってやっとハンドが入ったと思ったらさ、さっきみたいにキングスでフィジアンにまくられちゃうしさ。これもしょうがないですよ、辛い展開だよね。まあそれがポーカーなんだよな。これは、うん、見たか。お、1枚復帰しましたね。
あれ？ひじちゃん大丈夫？はい、なんか通信が安定しなくなってきたな。ああ、うん。なんかちょっと遅れてる感じがする。これ多分サーバーが今、ほら、遠いとこやると、ええ。なるほどね。ちょっとね、重くなるからその。どこの、M ホールディングのサーバーがってこと？ええ、多分、その辺だと思うんですけど、もしかしたら。今結構トーナメントやってるじゃないですか。ああ。ええ。土曜日だしね。ええ。そっか、じゃあ、うちの都合じゃなくてね、もともとがあれなのか。ああ、僕のね。なんかこう、音がずれてるなと。誰かの効果音が、はい、なんか入ってます、ね、先に入ってるから、ちょっとだから、先に効果音が聞こえてるから、こっちの画面が遅れてるから、あれ？うん、このヒジアンのこの、はい、コールするかホールドも遅いから、反応が遅いからさ、ちょっとなんかすごい怖いですね。こうやってわざとやってるのか、それとも反応が遅いのか。タイムラグみたいなのがあるのかな。ちょっと考えてもいますけどね。あ、そう。いや、この、あの、なんていうの、グルっていう、周りのタイマーがギリギリで反応するから、大丈夫かなと思って接続。はいはい。そうですね。だいぶ点差も開いてきちゃったな。珍しいな。行きましょう。挑戦しました。なんだ。ああ。美少年さん拾いに行った。お互いフラグだったんだ。なるほどね。お互いフラグだったんだ。今のところタイムアウトされることもなく順調といえば順調、はい、今これから確かに今あのトランプ争奪戦のトランプがなるんでちょっと怖いですね。なるほど。あれ、ひじやん大丈夫かな。またあ画面タッチとかないとまたタイムアウト食らっちゃうかもしれない。そうですね、うん、せっかく今、ね、ひじやんが優勝戦線、それで失格食らっちゃうともったいないから。
くんだ。おこれな、うん、すごい今ちょいな。これはちょっとね、危ないよな。うん、でしょうね。スーピアか。あ、実はこれあれです、ストドロのチャンスだったんですけど、あ、天のダイヤ落ちれば。いや、私もフラッシュドローでついてたんだけど、やっぱ出してなかったな。今、あ、そう、ストレートフラッシュか。ストレートフラッシュにはあったんで、目が。ストレートフラッシュ待ちだったの？ねえ、だから天のダイヤ落ちれば。じゃあ、エースジャックダイヤだったってこと？いや、8球ですね。8球のダイヤ。ああ、なるほど。ねえ。フラッシュもあったんで、まあ一応こっちはもう全然待ったんですけど、やっぱ最後しなかったな。ダメだな。いや、今単なるエーサーでした。いやー、こっちも何もなしだったんだけど。そう感じないと思ったね、何も。ストレート、いや、ストレートドローでついてたんだけどな、引けないんだよな。そう、ストレートドローが、そう、フラッシュドローやっぱみんな。エーサーででもよく仕返してたな。いやもうちょっと今待ってみてどうかなと思って なかったから、まあでも感じもあった。まあそうだね、ショートだからな、何でもできちゃうからな。さあ、館長が一番飛ぶか、先に。美少年おじさんにもてあぶさばれてるよ。タイムアウトしちゃったんじゃない？あれ？せっかく優勝。あ、ごめんなさい。いや、続きですね。触ってなかったんでしょう、画面。多分。まあ、触ってなかったかな。それからやっぱ あと通信安定したのはやっぱきついですね、やっぱ。ものすごいね、ガタ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 してね。タイムあの何？10秒に間に合わないと思って、先にあれをしたりしたぐらいだった。あ、なんかちょっと、だから、ひじやおかしかったもんね。なんかね、少し、毎回この赤いぐるぐる、ぐるぐるのタイマーがさ、通信が不安定になっていますって文字が頻繁に出てたし、ああ、じゃあちょっと厳しかったな。もったいないけど、でも、いや、もったいないことさ、厳しいようだけど、一応ルールさ。まあ、そうだね。そうすると、これ、棚ぼたで美少年おじさんが、今どこなんですか、美味しい状況というか。あ、じゃあそれこそひじやんちょっと罰ゲーム、罰ゲーム。ちょっとこれちょっと嫌だし、うん、笑っちゃうけど。いや、罰ゲームしなきゃならないですね。ひじやんどうでした？はい。館長タイムアウトしちゃいましたよ。これ笑っちゃって憂いに見。タイムアウトしたのでござる。こんな感じでしょうか。でも一応ひじやもものまでね、録画して録画して。録画してこれも画面に もうね、入ったらプレイ再開になっちゃいますから。そうなんだよね。プレイの時期ですね。今回ちょっとこれは申し訳ないですけどね。そうだね。まあ今回実験的なのもあるから、ちょっとこれもちょっと今後のちょっと検討事項だね。通信がちょっとやっぱあれか、平日の方が良かったのかな。
まあでもちょっとタイムアウト、ね、だってこれだけさ、ね、このゲージがあるんだからさ、タイムアウトつけるっていうのもどうかと思うんだよね。まあどうですかね、ゲージがあるんだからさ、これタイムアウト機能いらないと思うんだよね。そのまま飛ばされてブラインドだけ取られればさ、別にブラインド取ればペナルティーなんだから問題ないじゃない。だからフレンドマッチぐらいやっぱそのタイムアウトな、うん、無制限すればいいと思うんですけど、ない設定できないんですけど、それもね、ちょっとそこはね、私もタイムアウトしないようにこれダメージっとかないとな、これってパソコン版もあるんですか？いや、ないですよ。でも、そうね、スマホだけだね。これです。スマホだけですね。だからちょっとこれも言ったんですよ。フィジアン、あれだよ、罰ゲーム終わるまでだよ。あちゃんとあの美少年おじさんの聞き方ももうちゃんと聞かないとダメだよ。今のちゃんともう一回やり直して。何話してました？何話してました？忘れちゃうよね。これはそうあのゲームなんですね。ああ、そっか。これ、パソコン版あるんですか。いやちゃんと美少年おじさんも返してあげないと。いやないんだよね。ないんですよ、これ申し訳ないですけど、開発の方言ってるんですけど、やっぱ一応なんか考えると言ってましたけどね、一応、携帯版以外にも。僕はね、本物のあのおさむちゃんに会ったことないんですよ。まあ会うのは本当にリアなんで、今もう自分もうわー、それで人とか危な。ナイスキングス。うわぁ、潜んだのか、撃たなく、ただ撃たかなかった。それ潜んだの？ちょっと怖いですよね、もう、潜んでました。潜んでたんだ、撃つの待つ、私が飛び込む待ってたんだ。そう危な。最後3が落ちたから行こうかと思ったよ。危ないな。そうだよな。うわぁ、ちょっと気にした、今。危なかったな。美少年おじさんじゃないけど3のペアでさ拾いに行ったら大やけどするとこだったよあれ。あれ、ひじやんおとなしいな。はい、あ、いや。これあのキャラガチャってキャラがもう一つ美少年おじさん、あれモノマネ忘れてるよ。これキャラクターガチャって、これキャラ変更って、これ他のキャラも使えるんですか？美少年さん答えないと。いや使いますよ。あのちょっとガチャって当たれば使えますね。うん、すごいな、この目。これな、もうじゃあ、行くか。感じ受けます？じゃあ、受けましょう。持ってたらすごいっすよ。うん、いける。1個死んでるから。いや、ただエースだけ、あとは。うん。ああ、ナイスです。まあ、そうだな。美少年ウソもあれ受けるよな、エースありゃ。まあ、受けましたね。まあ、もちろんだって、エースも。ね、カバーしてる、完全にもう。仕留めどころだからね、まあ、でもここでね、私を仕留め損なってちょっとチップ増やさせちゃったことを後悔するよ。まあちょっとね、そこは今のはね、そうポーカーをやっぱほんと仕留めないときに仕留めとかないとね、仕留めないときついですから、危ないんだよね。今何点なんですか？美少年さんが56,000、 DC さんが36,000、私が12,000、私は12,000で、館長は12,000です。これヒジヤンおとなしいな。いや、一人で始めちゃおうかな。まあ一応、ね、動画的にも笑いを入れとかないと。ランクマッチ、まあシルバー3なんで、ランクアップ目指して頑張ろうかな。うん。ヒジヤンのおさむちゃんのモノマネってのもレアだよね。
やもう出ないですね。もうそんなに。いやでも、本物知らないからね、似てるのかどうかも分かんないです。でも、似てます。一応動画で見てるでしょ。まあまあ、見てますけど。めちゃくちゃ。いやでも、最近ほら、本物見てないから、館長のやつね。うん。館長って、しか見たことないです。館長のモノマネぐらいしか出ないから。そうそう自分はあったですもんね。モノマネのモノマネみたいな感じだね。ねえ、そういうな、もうじゃあそういうことすると言っちゃうよ。ちょっと待って。ちょっと待って。サブちゃんってお店自体もしばらく来てないですか？動画どころか。そう、動画この前。ああいい勝負だなこれ。そう、引けるか。当たんないけど。よし。あー、危ないな。来んなよ。あー、引けないか。引けないか。まあ、いい勝負だったな。さあ、コンティニューション。頑張ります。ヘッズアップか。はい、あー、結果がこれで残んないという状況になってしまいました、動画。あれ美少年さんも一応撮ってんだっけ？あ、ね、あ、撮ってます。一応撮ってます。美少年さんもちょっとね、撮ってんすけど、これどう映ってるかで分かんないんで。美少年さんじゃあ結果アップしてくださいよ。ちょっとねこれあの、あとでちょっと考え、あの見てちょっと考えます。アップできるかどうか確認して。ひじやん、おとなしいですね。おさむちゃんが2人になっちゃいましたよ。なんか動画的にはなんか何もの、なんだけど。しばらくモノマネ続けますか。あれですね、あの、何、確かに時間経過とともに撮られる点がやっぱ高くなっていかないと。そうなんだよね。何もやっぱ上がんないときついですね、やっぱ。ひじやモノマネ忘れてる。いやもうヒデさんもいいじゃないですか、もう時間的に。そうか。じゃあ私がバトンタッチしようか。そう、館長あと3分ぐらいで。そうだね。結果っていうか、ゲームの方はどうですか。ゲームね、まあ私が5万1000円で、私は1000円が2万7000円。うん、勝負いった方がいいですよね、もうガチだと思いっきり。そう、もうヘッドはそうですね、もう。ヘッズはなかなか難しいですからね。そう、ヘッズはちょっとね、違う、打ち方がちょっと違ってくるんで。多分、美少年鬼さんの方が部があるんで。ちょっと、GC さん辛いかもしれないですね。難しいですよね。2人の時って本当に。打ち方がちょっと変わってきてますよ。結構、ヘッズだと攻めた方が。でも攻めるしかないですよね。そっちの、あ、ゲームの音も聞こえないから何が起きてるか分からない。全く今ちょっと、もう行っちゃいます。もう勝負を。誰かお菓子貯めたからプレイしてるでしょう。やっぱちょっと多分ぶつかる前にちょっとやりますね、多分。ひじやん何食べてんですか。まあ、っちゃうから大きく。そうですね。もう本当に勝負をかけたいですよね。ひじやん何のお菓子食べてんですか。ニュードデカバーチョコ食べてたんですね。いきますか。いきましょう。うん、私もオールインいきます。はい、じゃあ、ちょっとこれどうなのか。でもこれまだ。お、いや、一応ワン、ツーオーバー。実況してくださいよ。さあ、このまま決める。うわぁ、すごい手だ。おー、それも。まくらいたんですか。いや、お互いにストレート。あで、ドロー。あ、ボードストレートですか。ボード、まあ、いや、お互いにカードが一応ストレートになって。いや、もう、行きましょう。これも。もう一回行きます、オールイン。じゃあ行きましょう。ん？9、7対10。
クイーン。どっちが 9-7? 私が9です。あ、うん、ちょっとつらいね。あ、実況してくださいよ。よし、あ、勝ちました。テンクイーンで負けました。はい、はい、でいいかな。じゃあこれで終わりにします。じゃあ美少年おじさんの優勝ですか。はい、じゃあ GC さんも罰ゲームの真似お願いします。館長、館長2まで2でした。まあでも上出来じゃないですか。頑張りました、ね、ちょっとひじやん、ひじやんはちょっとタイムアウトでね、ちょっと残念でしたけど、そこまで、トップでしたからね、ちょっとあれですけど、残念なことしちゃいましたよ。ちょっとすみません、ちょっと今も今一人でやってたけど、録画ちょっと途中までしか撮れてませんでした、ごめんなさい。あ、撮れてなかったか、結果わかんないか。まあでも一応、まあ実況、一応私は撮り付けて、あ、取り付けてんで、一応まあ優勝っていうのは美少年さんっていうのは分かったんで、はい、まあこんな感じで、じゃあ、じゃあ一応ありがとうございます。じゃあ優勝の美少年おじさんからちょっと、感想などなんかありましたら、感想とか、あと勝者の弁でも。え、私ですか。優勝の美少年おじさんから。おさむちゃんはもうやっぱ、やっぱつ運で勝ちました。運で勝っちゃいました。まあでも美少年さんやっぱね、あのやってたしね。やっぱヘッツ、まあね、になるとなかなかちょっとね、経験者じゃないと難しい、やられちゃうよね。まあそうですね。これはちょっとまだ慣れないとやっぱ厳しいですよね。なので、まあ、美少年おじさんの優勝ってことで、じゃあ2位の、GC さん、じゃあ感想だとか、あと、何かありましたら。ちょっと、初めてのね、経験だったんですけども、いや、本当、楽しかったです。本当、ね、駆け引きはちょっとまだね、ついていけないっていうのが、まだ、あるんですけど、攻め時が。もうちょっと、少しでもね、勉強して、そうね、もうちょっと、力を上げたい。ね、と思ってますよね。ね、はい、楽しかったです、本当。ね、でも2位は結構上出来じゃないですか。嬉しい、嬉しいですよ ね。ありがとうございます。はい、いや、一応じゃあ3位は一応私ってことでね。ちょっとやっぱちょっと苦戦しちゃったな、思いのほか苦戦しちゃって、なんだろうな、まあ、反動が入んなかったって言い訳はしたくないんだけど、ちょっと無理しちゃった部分もあったかな。うん、まあ、最後は引けなかったのはね、まあ、美少年おじさんとのぶつかりは、まあ、五分五分の勝負だったから、まあ、まあ、あれはまあね、うん、そうですね。まあ、仕方ないというか、悪くないというか、ね、まあ、しょうがなかったかな。まあ、追い詰められてたしね、まあ、攻めどころかなと思って攻めてみたんだけど、まあ、仕方なかったかなっていうところですかね。うん、まあ、そんなところで、じゃあ、ちょっと残念な結果の4位で、ちょっとタイムアウトしちゃったね、ひじやん。まあ、もったいなが、はい、そこまでトップだったんだけど、どうでした、感想だとか。そうですね、うん、まあちょっと通信がガタガタであれだったんですけども、うん、でも何でしょう、うん、本当毎日一日一日このゲームが楽しくなっていってる感じがあって、うん、もうちょっと間があるとこれやっちゃうんで、動画編集もサボっちゃってるっていう。自分とね、あれですよ、時間泥棒っていうか。なるほど。でもそれぐらい本当面白いんで、うん、これね、動画上がってもし見てる方いたら、うん、ぜひねこれやってみてほしいなと思いますし、ね、またそういう方々と一緒にまたできたら面白いんじゃないかなというふうにはね思いますけど ね。あと一応ね、今回私とあとひじやんが動画撮ってアップして、それで時ね、お互い見てどういう状況、どういうハンドでどういうね打ち方したのかなってもね、確認するのもまた勉強だし、あ、そうですね、面白いと思うんでね。はい、この動画見て興味ある方はね、まあ、この私のチャンネルもそうだし、石屋の方にもね、動画アップされ、美少年おじさんのも途中まで撮れたらアップする予定なの、途中までって、ちょっとや、あと確認して、ちょっとやろう、ね、確認して、まあ、見れるようだったら、美少年おじさんチャンネルにもアップしてって感じですかね。こんな感じでね、今回1時間半にわたる、ポーカー大会優勝はね、見事美少年おじさんということで、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。
じゃあこれで、おめでとうございます。おめでとうございます。これで好評だったらまたね、第2回。ちょっと、まあ、この M4 デモでやるかどうか、またちょっと検討してみて、ね、まあ、反響次第ではまた続き、ね、まあ、一応メンバーシップの交流もあるってことでね、検討してみましょうかね。はい。はい、じゃあ、動画の方はこれね、一応締めさせていただきますんで、じゃあ、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、録画終了します。